はい、どうも皆さんこんにちは、ムートキングです。ということで今回もブラスター実況をやっていく、というか今回もブラスター実況の実況というか解説ですね、やっていきたいと思います。リプレイ何本か用意してるんで解説していきたいと思います。今回ダイナマイクでかぼちゃのハロウィン限定みたいなモードですねやってきたんですけど、ダイナマイク見ての通り金さんですね。ソロでまあ一時期ガチつけてって感じですね。やってきたんですけど、まあ早速レオン左から上がってきてるんですけど、これちょっと足早であんま当たんなくて、あの久々のダイナマイクでちょっと生まれて、でもこうしっかりガネットモーツに当てたんで、モーツ止めるって感じで、これエドガがまあまあ、キック一人相手だったので、まあ、しっかり運んできてくれてきたんですけど、でここで今見ました、すごいですね。今ウルト相手出して、まあ、甘えてたんでガジェットでしっかりウルトを止めて、こっちのウルトで、まあ、倒していくって感じですね。これしっかり当てたわけで、ここウルトで、はい、しっかり倒す、しっかり倒した感じです。結構ガジェット外すんですけど、まあ、しっかり圧かけながらね、まあ、1枚2枚はねしちゃってるので、まあ、この俺様のダメなのか止めれないよっていう感じでしっかり倒していこう。で、ここ来たんで、まあ、これは普通に、まあ、GG ですね、もしかしたら。GG7 です。はい、それで1戦目の勝利の。ということで、まあ、本当にダイナマイク、あと言い忘れたんですけど、そう、まあ、スタパはジャンプの方を使ってて、ガジェットは、まあ、当たり前に、普通に、まあ、相手のスタンする方で、ギアがプラス1ギア使ってますね。プラス1ギアはマジで必須ですね。ダイナマイク、本当に1つガジェット増えるだけでも超強いんで。で、またなんか同じような動きですね。で、ここしっかり落として、いって、まあ、しっかり守りに入る。いつまでも結構なかったんで、ちょっと上がろうかっていう感じで、左の草むらから上がってるって感じですね。レオンがしっかり耐えてくれてるんで、だけどここちょっと出すぎてレオン使ったんですけど、これはまあしっかり落ち着いて耐えていきたいって感じで、ここら辺にガジェット打ったんですけど当たらないって感じで、でここはもうエドガーに無意味だったんで、とりあえず後ろの壁壊しつつジェシー攻撃入れとくかって感じです。でここなんかレオン止めになったような感じしたんですけど、ちょっとこれ気づかなくて見逃しちゃいますね、ゲームに。このレオンが多分味方ミスティーテーマで多分相当持ってましたね。だけどこっちも1個取りたかったしね。でこれしっかり案の定さすがに3対2だったんですけど取れました。あ、でこれでこのガジェットを止めないとやばいなと思ったんですけど、まあ、2人に当てて、まず止めなくてもすぐとかで、こう確かに普通に3人で回っていくって感じですね。でまあこれはまあ全然強気に出てって来るの分かってたんで、ジャンプしてギリギリスキルサイト上げて、そこでしっかり殺しててビビとゴイルドしてこいつで、なるべくナギキャラはなるべく死なないってことが大事ですね。でまあダイナはでも何キャラの中でも相当一発あるキャラなんで、まあ、しっかり殺せるとこは殺してって感じですね。AM 良ければもう最強キャラだし、ここは逃げたかったですけど、マットレードガの足が速くて壁を越えたっすけど普通に絡みました。ただこれはもう残り20秒ないんでしっかり守って勝ちっすね。で、ここ、ガジェットを当てて、ここしっかり殺す。さあ、エドガーは何してるか。ソロね。ソロ結構、ソロでしかダイナマイクほぼ使ってこなかったんで、審査になるまで。ソロでは、トロ高くなると、なんちょっとトロ高くなるとっていうか、エドガーとかモーツとか、最初いるんですよ。隣にいた時、毎回突っ込んできてる。悪かったですけど、まあ逆に言えばああいう経験があったおかげで結構近距離に突っ込まれても割と戦えるなっていうのを感じてます。でこれも相手ゴリゴリの
シンデレパーティーですね。多分俺は多分割とクランク見た方がよかった、クランク見た方がいいなと思ったんで、しっかり一回止めて殺して、殺しないですけど、しっかりここでバブするんですけど、しっかりにもガジェット当てるんですよ。ガジェットはもう絶対絶対当てる。ガジェットはもうこれもすでにガジェット3つ使っちゃってるんですけど、しっかり一人でほぼ全部守れてるんですよ。あれに味方がめちゃくちゃ死んでて、しっかり相手の攻撃はあれジャンプでかわして、こっちの攻撃だけ一方的に当てるんですよ。これテレが壁壊してって結構面倒かったし、壁がないと割ときついんで、これしっかりフランケン抑える。ここで甘えてたんで処理されて、でこうガゼットで髪色のやつこれ下上げた位置で OK、 これしっかりこれ行けるって感じで、バズ来るなって思って、バズ来るなと思ってずっと警戒してたんですけど、これしっかりこれハイパーでこれ使ってきたのは正直ありがたかったです。これしっかりこれを入れてる、これその位置でしっかりゲームで殺してくる。だけどこれめちゃくちゃこっち攻撃してるんですけど、しかもリコトダラがなんかめちゃくちゃしんどいで分数上げてくれないんですよ。これなんですけど、ウルトでかわしながら行こうとしたんですけど、なんかスタン当たってたっぽくなったオフランケンの身動き取れなかったって感じ。もうこれ一列するまでにもう7キロくらいしてるんですよ。いや本当にこいつらが突っ込みすぎてて、結構タラとか結構武装できる感じのはずなんですけど、これしっかり飛んであげて、こう耐えたいと思う、すぐ耐えれますから、これ惜しいですね、今のマジで。もうちょいバズのウルトに反応できてればって感じだったんですけど、ちょっとさすがに反応できなかった。くもんどきたかったですね、シェリーが。この辺りで、ここでは相当耐えたかったって耐えるの、いや、ちょっと思ったりできるのだね。本当にタラがね、もうちょいね、死なないでに来るはずなんですよ。もうちょい頑張れるはずっていうことが結構大手になっちゃってるんで、今のとかも普通にウルト使えば死なないでいけたのに、しっかり一人でも守っていきたかったので、こっかり力強いのを行いたいと、ここでウルトは使わない、これ入れてました、ね、でバズが来ると思って読み入れて、これは読み中の攻撃したのに来たけど、あのバズが果たしてで当たんなかったので、これもう時間なくて攻めたいんですけど、こいつら読み来るんで攻めれなくて、でもここはもう一気にタラと攻めるかって感じで攻めに行って、でタラがこうやって無謀に突っ込んでパッとするんですけど、ここちょっとこっちに行くんだって思って、守んないともいけないんで、これで引き分け、これで引き分けはやばいな、マジで。もうダメージも何倍も違いましたね、本当にダイナマイト強いですね。三三行っても味方弱くてももうチャリできるぐらい成長しますね。まあ、相当使ってるんで金さんってチャリできるぐらいじゃないとこの戦いを動くと思います。もう全勝に2級ぐらいですね。これエビスは当たんないですけど、スーパーエアのゲットなんです。自分ウルトラマだけじゃないですよね、ガジェットと通称は、マジで多分誰よりも上手い道がある。誰よりはちょっと薄いですけど、かなり上手いから。こういうのを入れてる、かぶってあげて、ここ、イグイ、ここ4で耐えます。ここ4で耐えるの、イグイ、イグイが。ここ4で耐えるのは、イグイ。ここしっかり若干回復してて、一人も飛んでくるなと思って、ガジェット当たんなかったっすね。いや、結構当たったと思ったっすけど、映像で見てるの、分かれてみた。でも当たんなかったっすね。プリモがここ飛んでくるから、そこに合わせてって感じっすね。で、そろそろ攻めたい感じっすね、ちょっとしては。エドが設置して、ガジェットここ、
当たったっすけど、ジャッキーが前張ってていけなかったっすね。とりあえずウィルコは全投げていて、壁ごと引っ飛ばして、で、エムズが、エムズが止めてこないずっと守ってて、でごめんなかったし、ジャッキー行ってですけど、こういったらウィルコにしたって、ジャッキーガジェットでめっちゃ来るんですけど、全然全部いなしてますね、この試合は。ちょっとウィルコで、そうですね、今のとかはエムズもうジャッキーはそれがなかったんで、味方に残すために MG だけしっかりウルトで倒したとかで、しっかりコンビ方が持ってきてくれて、まず1点目。ガジェットで守り気味に入れるんですけど、ここしっかりガジェット使ってきたっていうの、こう右から来てるヤブごと距離も剥がしてあげて、意外となんかその、一人に集中するんじゃなくて、なんか、いろんな相手の全体のキャラ見てしっかりウルトとか通常とか行ってあげた方がいいです。これとか今そのね、ウルト1回打つだけでも相手からしたらダルーってなるし、結構バレてないと思ってきたりしてる時にウルトとか結構飛んでくると、ダイナのウルトが飛んでくると結構ダルいんで、相手結構一回止まらざるを得なくなるっていう感じですね。で、これで、これラストかな、ここでラストですね。で、ここ味方が、かなり珍しいっすね。もうボルってたんで、一回このマップが分かってたんで、一回このマップを2人で。一回ブル危ないんで、飛び出てくるんです。マックスが自ら上がるんですけど、誰かってですけど、一回マックス返すんですよ。マックスが上手いってことですね。で、こっちでガジェットあって、で、ダイナのウルトを使って、そのウルトが飛ぶ方を予測して、しっかりやるところがあります。で、これウルトで2枚やってくる。で、ここを吹っ飛ばす。無敵時間切り。で、これ、ガジェット使っちゃったんで使えるかなかったですけど、もうしょうがないから返すんですけど。その、ウルトで相手が吹っ飛ぶところに、まあ、通常攻撃を、ちょっと置いてくれば大丈夫です。これ、死ぬっすけど、しっかり相撃までもするので、このマッチが、結構、耐えが良かったんで、割と耐えてくれてたんで、この人が強かったんで、左ハイパーチャージの上で溜まってるんで、危ないなと思って、しっかりこう、ウルトで無理やり、乗り込むと、しっかり落としてくる。ブル自由にさせたら危ないんで、一人で、ちょっと一気にここで無理やり相手甘えてたんで、ウルトでしっかり引っ張ってきて、10秒して、はい、これ OK、10ゲームということで、しっかり。これは結構割と有利な試合でしたね。ということで、ということで、まあ、最後、まあ、一戦普通にやっていこうと思います。一戦ね、まあ、スキャンはリプレイだったんですけど、まあ、どんな感じでエイムしてるのかとか、みんな見たいと思うんで、まあ、もうなんか自己満みたいになっちゃうんですけど、まあ、まあ、見て、まあ、とりあえず見ておいてくださいって思います。これ、しっかりエイムしますね、いつも。当たり前ですけど。で、ここしっかりガジェットを当てて、ウルトで倒して、ウルトして、しっかりに当てたいって感じで、飛びながら、しっかり相手に当てていって、ここも持っていくとしっかり。ちょっとガジェット構えて当てたいですけど、あんまり出口しなかったんで。でもこれ味方がしっかり倒したんで、ここはもう、そうですね。あ、これミスったっすけど、しっかり落としていく。まあ、ポコは割とガジェット当たりやすいっすね。これウルトでガジェットミスったっすけど、一応これ守りに行きたかったっすね。ハンドは入れて、しっかり、ウルトさえ当たんないけど、割と余裕で守れるんで、しっかりでエイムして、当てて、落としたい、落とすっていうので、味方を持つの間に、まあ、数の有利で持ってきてるんで、ここはしっかり GG っていう感じです。なんか味方がめちゃくちゃ煽ってて、試合が永遠に終わんなかったっすね。なんでこれは人に連れかせるって感じになる。
はい、ということで対戦ありがとうございました。最後まで動画見てくれてありがとう。高評価、チャンネル登録よろしくな。コメントも待ってるぜ。おすすめの動画も貼っとくから、そっちもぜひ見てくれよ。バイバイ。